あ,あ、オーバーラップ。へ前半だとあのタイミングは追い越してなかったですね。もっと露骨に1対1になってる時だけだったけど。もしかしたらね、もう疲れたら冨安出すからガンガン行けっていうのもあるかもね。やっぱね、ウィングと一体、ウィングバックの一対1のオーバーラップ、本当徹底するようになりましたね、後それを、いや、ホワイトの顔を見てるともう、いや、頑張ってんな、ホワイト。冨安見たいけど、このホワイトの頑張り。今日ホワイト使ったの、本当 ねマジでこの2試合のパフォーマンスがあってもスタメンで使ってくれてるアルテタにねこのプレーで示さなきゃというか返さなきゃみたいな気持ち見えますよね相当きついと思うよこれこんなにいっぱいオーバーラップすんのこのディフェンスラインに控えに冨安とティアにいるんだもんなホワイト自分自身で調子悪いのは分かってるだろうから正念場だと思って気合入った、うん、それ感じるよね